こんにちは。今日も来ます。意識低い系普段着物、リハルです。はい、本日はですね、リハルの黒歴史についてちょっとね、お話ししようかなと思います。はい。私もね、まあ普段着物生活を始めて、だいたい4年くらい、まあそこそこの期間を毎日ね、ほとんど毎日着物で過ごして生活してきて、で、この YouTube チャンネルのもね、始めて、まあ2年ちょっとやらせていただきまして、そう、あのね、本当はね、これ動画にするかどうしようか、すごくね、ずっと悩んできてたことだったんですよね。そのチャンネルを始めた当初から、最初にね、なるちゃんが訪問着を着るとか色無地を着るみたいなそういうチャレンジからこのチャンネル始まってるんですけど、私自身にはね、実は訪問着にまつわるもうスペシャル黒歴史がありまして、でそのことのお話を動画のネタ的には多分すごく美味しいんだろうけど、これをやってしまうと本当にちょっとやばいんじゃないかっていう個人的にはそういうレベルのね黒歴史があって、でまあそう、さっきも言った通り、チャンネルもね、2年ぐらい経ったし、そろそろ、まあ、いいだろうと。2年間やらせてもらって、来て、見ていただいてる視聴者の皆様なら、リハルはこんなやつだっていうのは大体わかってると思うので、はい。というわけで、実際に、訪問着の黒歴史をご紹介していこうと思います。まずね、この画像をね、ご覧ください。動画には、ここら辺に出しときます。ちょっと私は、手元のタブレットで見ますね。はい。この姿、やばくないですか？なんかね、どこから突っ込めばいいのかっていう感じなんですけど、まず全体的に、なんて言うんだろうね、顔面と頭髪の作り込みがね、全然、足りないっていうか、どうしたんその髪型みたいな感じの状態ですね。あ、ちなみに、この写真は、私の結婚前の、結納ではないんですが、両家のお食事会で、まあ、なんか、割とそこそこいい感じの料亭で、セッティング、しかも、ね、そのセッティングを、夫側の、ご両親にやっていただいたっていう、そういう場に、出席した時の格好ですね。自分の結納これで行ったってやばいよね。まずそれですよ。なんかね、自分で今見て本当にひどい。なんでこれ自分で着ようと思ったのっていうのがまず一つありますよね。こんなことになるんだったら、事前にちゃんと着付けをね、手配しておくとか、そもそも着物着ることをやめておくとか、ね、当日もね、うまく着れないんだったら、もう最悪近くの美容院に電話して駆け込んで泣きついてお願いしますって着せてもらうとかでも、ね、手はあったじゃんって思うんですけど、まあそれにしてもなぜか私は自分で着物を着ていこうっていう謎の、なんか、謎のね、なんかやっぱちょっと土地狂ってたんでしょうかね。自分で着ていったっていうやつですね。で、この写真で、まずね、一番ひどいのが半襟の、なさですね。で、これはおそらく、後ろちょっと写真ないんですけど、襟元も全く抜けてない状態ですね。で、確かね、私のちょっと忘れたい記憶なんですが、これ襟芯入れてないんじゃないか疑惑がありますね。はい。っていうね、フォーマルな場に出席するときはさ、もうちょっとなんか、あるでしょ、そこっていう感じですね。しかもね、自分の結納じゃないけど、でも、まあ、婚姻届に、両家の、サインをね、まあ、別にサインは誰でもいいけど、やっぱりせっかくの結婚だからっていうので、両家のお父さんに、私も自分の父親に承認のとこサインしてもらうし、夫も夫の父、お父さんにサインしてもらうっていう、そういう場だったんですよ、これは。なんだけど、なんかね、こういうことになってしまってるっていう、そういう状態。なんでこの格好で行ったんだろうっていう感じですね。まあ、この訪問着は確かに着たかったんですよ。私の、まあ亡くなった母の持ち物だったものだったので、うん。まあだからそれをそういう場で着たいっていう気持ちはわかるんだけど、なんでこうなったのかっていう、なんで自分で着るってなったのかっていうのが、
本当にマジで意味がわからないですね。で、次に、まあ、もうちょっと、視線を下げるまでもなく非常に気になるのが、帯揚げやばい問題。帯揚げ、これね、絞りの帯揚げなんですよね。絞りで中抜きになってるタイプの帯揚げ。なので、なのでまあ、訪問着とかにもね、使えるっていうので、これは近所の呉服屋さんに、何も買い物しないのに着物と小物一式持ってって、どれなら使えますか？どうやって合わせればいいですかって相談して選んでいただいたやつなんですけど、絞りの帯揚げはシワになりにくいので、割とね、いい感じに決まりやすいっていうのがあると思うんですが、それにしてもね、余りの布の処理が非常に甘くて、ひどいことになってるっていうのが現状ですね。で、帯のところをね、よく見ると、ちゃんと幅出しができてないっていうか、巻いてる重なりがちょっとずれて、なんか、変なことになってるっていうのがありますね。ただ、そうね、当日の本当に忘れたい、おぼろげながら忘れたい記憶の彼方にある記憶によると、お太鼓はギリ崩れてなかったはず。お太鼓は崩れずになんとか、なりましたね。はい。で、まあ、もう本当に突っ込みどころはいろいろあるんですけど、ね、着物にいろんなシワが寄ってるとかいろいろあるんですけど、何よりこう全体を見た時の姿勢の悪さ、半端ない。なんかもっと堂々としろよ、みたいな。お前の、結納だろ、みたいな、そういう感じですね。今でも私そんなにちょっとね、姿勢はもう昔から猫背がひどいっていう風に言われてきた人生30年、ちょっと、だったんですけど、いや、これはひどいね。記念写真の時ぐらいなんかしろよみたいな感じですね。はい。もうちょっとね、こう、肩をクッとちょっと後ろに引いて、顎も引くっていうのが大事なんだなっていうのを、この写真を見て改めて思いますね。うん、とか言って、いや、ほんとひどいね。ちょっとこの写真公開していいのかっていう、感じですよね。まあ別に、普段着で自分がただ着たいから着て、ちょっとその近所歩いてみましたとか、ちょっとね、うまく着れなかったけど、着物着れて嬉しいかお出かけしましたとかだったら、別にいいんですよ。ね、ちょっとね、着るのが上手じゃないだけで着物楽しんでていいですね、みたいな感じになるんだけど、これをね、自分の結納でやらかすっていうのが、まあさすがリハル、まあ、もう、昔からって言っても、5、6年前の話だけど、まあね、うん、そんな感じですよね。いや、本当にひどいな、これ。もう、消したい写真だけど、ちょっと、自分の戒めとして、ちゃんと持っておこうと思います。今、そうね、うん、一応記念にもなるしね。あと、そうね、一つ、まあ、うまく切られなかった言い訳を、させてもらうとすると、この時、まあ、写真だとあんまりよくわかんないんですけど、私体重がね、標準、今がだいたい、まあ、人生の、なんていうの、体が出来上がった後のアベレージぐらいの体重なんですけど、今より10キロ以上痩せてたんですよ、なぜかこの時。本当に謎で。で、この着物、母の着物なんですけど、母の体重もおそらく今の私と、同じぐらいの体型だったはずなんですよね。なので、10キロ体重変わってくるとやっぱ相当ね、身幅とかも余って、この脇のところとかもめっちゃくちゃになって、どうしようこれってなった記憶がありましたね。この時は腰紐じゃなくて、ゴムベルトのタイプの腰紐を使ってて、ゴムをちょっとビョーンって伸ばして、うまくタックを入れるみたいな感じで、まあ、やるといいよっていう風に教わって、そういう風に、頑張ってきてたけど、まあちょっと10キロ分の、身幅っていうのはなかなか手強かったっていうのは、記憶にありますね。それのせいでうまく着られなくて、そう、長襦袢もガッバガバで、だから、なんか襟を抜くとかどうするとかっていうのも全然できなかったっていう、そういう記憶があるんだけど、まあそれはでもね、言い訳に過ぎなくて、サイズが合わない着物でも、もうちょっとなんとかなる、方法あるだろうっていうか、多分なんとかできる今の自分ならっていうのはあるし、なんともできないんだったら本当に、おとなしくプロに頼れよっていうことを言いたいと思います。はい。で、本当にこのひどい姿で、お食事会
行かせてもらって もらったんですけど、で、その料亭だったので、お給仕する人たちもみんな着物で働いてらっしゃるっていう、そういうタイプの料亭だったので、もう余計にこの着付けのひどさがもう目立ってやばいっていう、そういう状態でしたね。で、もちろん自分で着てきたっていうのはもう一瞬でわかるっていうか、なんで自分で着たんっていうレベルなんですけど、ね、皆さん本当に温かかった。今では義理の家族っていう形で家族にならせてもらってるんですけど、その当時はまだまあ、言っても結婚してないから他人同士な関係なわけで、その中でもね、いやー、自分で来たんです。来たの偉いね、みたいな感じで言ってもらえて、本当にね、当時は、ありがとうございます、みたいな感じだったけど、今は本当申し訳ありませんでしたっていう感じです。マジで。いやー、お母さん優しかったな。あの時の、なんだろう、内心どう思ってたのかは、まあ、もうわかんないけど、でもね、そういう優しい言葉をそういう風にかけられるっていうところが、やっぱりなんか、あれだね。私が非常に恵まれてるなっていうのと、まあだから私がもしその逆の立場になることはあるかどうかわかんないけど、そういう立場になった時に、どうなんだろうね。どう思うんだろうね。こういう人間がね、登場したらね、なんか結構大事なフォーマルな場に登場したら、まあ嬉しいとは思うな。そうね。うん。嬉しいけど、確かにそうだけど、確かにそうだけどさっていう、そういう、感じです。そんなわけでね、温かい家族に恵まれて、無事、結婚して、できて、今に至るっていうわけなんですが、さすがにもうこの姿は、家族にも申し訳なかったけど、何より着物がマジでかわいそう。本当に、これしか私このオレンジの訪問着着る機会が今のところなくて、そう、なのでこれ以降、着てないんですよ、実はオレンジの訪問着。虫干しとか、シミ抜きとかをして、お手入れはしてたんですけど、ちゃんとね、着るっていうことはやってきてなかったので、なのでね、今回、まあ、それこそ、季節的にもね、入学式、入園式、卒業はもう終わったけど、そういうシーズンで、まあ、色無地とか、訪問着とか、そういう柔らかものをね、豪華な感じのやつを着る機会が多い季節っていうのもありまして、せっかくなので、リベンジやっていきたいと思います。